可動橋、車両搬入口煙突と下線口総打室青函、連絡船メモリアルシップ、八光田丸は青森県青森市柳川にある博物館である。青函トンネル開業により青函連絡船が廃止になった後、海の町青森の記念碑にしようと1990年、青函航路の花形だった八光田丸を王子に近い状態で海上博物館として利用しつつ、 保存している。八甲田丸は津軽丸型第2戦として第1戦津軽丸に遅れること4ヶ月の1964年7月31日に竣工し、この3ヶ月後には第3戦正石丸が竣工しており、これら3隻は当時の最先端技術導入で試行錯誤しながらの建造であった。しかし、発酵だ丸に採用された 軽戦機械やヒーリング装置その他が、第四船以降の津軽丸型各船に引き続き採用されたこともあり、これらの機器類が異なった第一船と第三船が、対応年数18年の1982年に早々に引退したのに対し、発甲田丸は延命工事を受け1988年3月13日の青函航路就航まで、歴代の青函連絡船では、 最長となる23年7ヶ月間運行された。青函連絡船メモリアルシップ、発酵だ丸は、この発酵だ丸を青函連絡船就航後廃止された、青森大に岸壁に係留した状態で展示した、博物館船で、青森市の文化交流施設として、管理運営は、特定非営利活動法人、青森港クラブが受託している。内部は、 地下1階から4階まである。1階には、北海道で特急として使用された、キハ82系特急系機動車や、郵便車スユニ50、車両看板への出し入れ時に用いられた、控え車、ひろ百型などが展示されている。また、2階、3階は、普通船室、グリーン船室、寝台室などが一部王子のまま残され、一席には、実際に座ることができる。 立体映像や模型を使って、青函航路の歴史が一目でわかるように工夫され、運航のシミュレーションゲームやパソコンクイズなどもある。2012年には解体されることになった岸岸丸線内に展示されていた往年の青森の街を再現した、原寸大、ジオラマ、青函ワールドが移設され、建物や商品といった大道具、小道具類、人物人形などの展示が加わった。 現役当時は旅客が立ち入ることができなかった船橋や車両看板、機関室の一部も開放されており、煙突は展望台となって青森港や青森市内などを眺めることができる。また、館内には立体画像で連絡船の活躍当時などを伝えるシアター等が設けられている。第2岸壁には稼働橋は保存されているが、駅構内から続いていた線路や、 桟橋立屋、乗降設備等はすでに撤去されており、青森駅ホーム北端と桟橋立屋をつないでいた古選橋も閉鎖されているため、現役時代のように、青森駅から直接は行けず、青森駅ホーム南側古選橋を経由していった東口から駅外へ出て、かつて第一岸壁、第二岸壁の稼働橋へつながった、高層仕分け線跡に作られた道路を通り、車路、または、 階段で2階の入り口まで行く必要がある。陸上、選手側には石川さゆりのヒット曲、津軽海峡、冬景色のメロディが流れる石踏みが設置されている。青森ウォーターフロント一帯は港オアシスに登録していて、当館は港オアシス青森の中心施設である。 鉄道車両高層下り最終便となった1988年3月13日101便、日山丸は青森第一岸壁0時5分発、函館第二岸壁4時にであったのに対し、鉄道車両高層上り最終便となった170便、八甲田丸は函館第一岸壁2時40分発、青森第一岸壁6時35分にであったため、こちらが、 最後の鉄道車両構想便となった。この時青森で発行だ丸からの小木引き出しに使われた五両を含む青森駅常備の JR 北海道所属の控え車、全20両は作業終了後稼働橋の手前まで機関車で運ばれ、以後作業員の手押しで車両看板へと押し込まれ、7時30分発の折り返し23便で箱立てに返却のため構想された。 ありがとうございます。